最初にお名前と何をされている方かについて自己紹介をお願いします私のお名前はヒロエスエンです焼き物をやっています陶芸家ですでは現在オーストラリアにお住まいですねはいオーストラリアに移住されたのは 何年頃でしたか。それからその時は何歳ぐらいでしたか。ああ、私が移住してきたのは1968年2月です、えー。その当時私は、えー、34歳でした。では次にいつ どのようなきっかけで広江さんが陶芸を始めるようになったのかそのいきさつについて教えていただけますかはい私は初めはあ洋画家になるつもりだったんですところが少し病気をしまして、えー、その時病上がりでしたけれどもあ工芸で えー、ろうけつ染めを長くやっていましたのでそれであろうけつ染めで口風会の展覧会にあ工房のにあの作品を送ってそれが京都に口風会展が来た時に、えー、展覧会の時にあ焼き物を も展示されていました甲府会というのは日本で在野団体で一番大きなあ、まあ、あ会なので、えー、それで焼き物も染色もいろいろ工芸、えー、も、えー、もちろん油絵が洋画が主流だったんですけれど。 それで、えー、私はあー染色、0 0食浪血染めで出したんですけれどその時焼き物が展示されていてそれを見て今まで私が集めて好きで集めていたあー陶器それらはあの全く違った次元のもので。 つまり本物を見たっていう気がしたんです。でその時が焼き物に対する一番最初にあのすごく魅了されたのがその興風会展だったんです。ありがとうございますでは陶芸のどんなところにその時に惹かれたんですかつまり 造形形そのものが一人一人作家によって違うそれと釉薬の扱い方があ全く違うんですねつまり個性的であり独創的でありそういうところが私が 持ってたものと全く違うんです。そういうことです。ありがとうございます。